細野正宏は、新潟県出身の予備高校講師、経済解説者、映画評論家、受験予備校細野 S スーパースクール主催。もともとは、大学受験における数学の参考書、数学の学習指導で有名であり、1990年代には、文化放送のラジオ番組、大学受験ラジオ講座に出演していた。当時、細野は、現役の大学生、 大学院生であり、学業の傍ら受験生に数学をあらゆるメディアで教えていた。2000年代に入ると、経済に関する書籍も多数発行しており、現在は受験数学及び経済の著書で有名である。2008年に福田康夫内閣が開催した社会保障国民会議の委員を務め、その際に日本の金融、 経済教育の問題の深刻さを認識して書き上げた自信初となる新書、未納が増えると年金が破綻するって誰が言ったは、アマゾンの2009年度の新書部門で年間、ベストセラー売上1位を記録した。2010年に年金と消費税と財政と社会保障の全体像を解説した最新の経済と政治のニュースが世界一わかる本を書き上げ、 週刊誌や新聞紙ラジオなど幅広い媒体で取り上げられ話題になる。2011年には厚生労働省が実施する社会保障の教育推進に関する検討会の委員に就任。同年第50回ビジネス広告大賞の審査委員長に就任。ありがとうございます。